さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側読売ジャイアンツ、先発投手は今村、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側北海道日本ハムファイターズ、先発投手は田中、本日好調。どんなピッチング、マウンド上ピッチャーは田中、今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番松、スライダー外れた、フォアボール、フォアボールでチャンスメイク。そしてバッターは立岡、投球3球目バント、あっとショーフライになった、取りました。ランナー進塁を阻止しました。これでワンアウト。そしてバッターボックスはここで打った、どうだ、ライト見上げた、ホームラン、先制ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えました。チームメイトの祝福を受けます。こちらが先ほどの先制のシーンです。1回の裏、先発投手のご紹介。マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている今村、打者からすると非常に狙い球が絞りにくい投手、一体どんな攻防になるか。バッターは1番森本、第1球を真ん中見逃してストライク。第2球はさあ打ちました、これはどうだ、センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、入った。この一発で勢いを増していきます。ストレートを完璧に捉えました。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。さあそしてバッターボックスは先ほどホームランの森本、第1球投げました、打ちました、ファールボール。2球目を投げた、インハイ決まってストライク。テンポよく行くか、外れた、ボール。さあ次は何で来るか、打った、ショートの右、一塁へ送球、アウト、これでワンアウト。同点で迎える4回です。そして迎えるバッターは北村、打ちました、さあゲッツになるか、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、これでスリーアウト。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。4回の表が終わって2対2、現在同点です。同点で迎える5回です。ここでバッターは岸田、内角空振り三振。ここでバッターボックスは松田、ここは慎重に行くか、最後はスイングアウトの三振に仕留めました。5回の表が終わりまして2対2、依然同点のままです。バッターは1番森本、まずは初球ストレートはストライク、まず初球ワンストライクを取りました、打ちました、掴みました、これでワンアウト。ジャイアンツ大展開迎える6回です。さあここでバッターは先ほどヒットを放って初球を打った、強襲、盗塁取って一塁へ素早く送球、アウト。そしてバッターは北村、どういうバッティングをするのか、インコースとボール逆方向へ取って、これでスリーアウトチェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。6回の表が終わって4対3、ジャイアンツこの回追い上げを見せています。ファイターズリードで迎える6回です。そしてバッターボックスは森本、そのバッティングで点差を広げていきたい。投球2球目、内角低め見送ってストライク。さあ外してくるのか、打った、いい当たりだ、センター前のヒット、二塁はセーフ、森本ナイスヒットです。チャンスを広げています。ジャイアンツ大展開迎える7回です。そして迎えるバッターバントした、これが勝負、取りました、ランナー進塁を阻止しました。これでワンアウト。ジャイアンツここは代打を使ってきた、バッターは中井、打った、ショートゴロだ、トース、二塁へ送ってセカンドアウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
7回の表が終わりまして4対3、ジャイアンツこの回の攻撃はゼロで終わっています。ジャイアンツ大展開迎える8回です。バッターは内角低め、見送った、ここはフォアボールです。あっと、スリーバントだ。ピッチャーの右へ転がした。杉谷取ってアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁三、ここで打った、どうだ、入った入った入った、ホームラン、逆転スリーランホームラン。展開が熱を帯びてまいりました。ストレートを完璧に捉えました。こちらが先ほど逆転のシーンです。ファイターズ大展開迎える8回です。さあ、ここでバッターボックスは今日2本のヒットを放っている森本。インハイ見送ってストライク。ここはしっかりツーストライクと追い詰めています。打ちました、ヒット、今内野に返します。森本クリファイター、残念ながら痛い敗戦となってしまいました。これが力の差なのか、あと一歩及ばず。さあ、そしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日のヒーローはもちろんこの人です。本当